ラドガの要塞、ナリマンタスは、リトアニア大公国の統治者ゲディミナスの2番目の息子。生涯に何度もピンスクとポラックの支配者を務めた。先例名はグレップ。1333年、ナリマンタスは、ノブゴロド共和国の貴族たちに招かれて、ラドガ、オレシェク、コレラなどのノブゴロド国家の北部領域の統治と、警護を任された。 ナリマンタスの着任以後、リトアニア人傭兵が、ノブゴロド国家の北辺部を、スウェーデンの侵略から守る伝統が生まれ、これは1477年に、モスクワ国家が、ノブゴロド共和国を滅ぼすまで続いた。1388年頃、ナリマンタスは、ジョチウルスの捕虜となった。彼の身柄は、身シロ金を支払った、モスクワのイヴァニーセが引き取り、ナリマンタスは、 数年の間、人質として、モスクワに留め置かれた。ナリマンタスは1345年に、アルギルダスと、ケース・トゥティスによって、大公位を追われたヤブーヌティスを支持していた。大公位を奪取した弟アルギルダスたちに、殺されるのを避けるため、ナリマンタスは1344年の秋に、ビリニュースを脱出した。ナリマンタスは、ジョチウルスのハーン。 ジャーニー・ベクの元を訪れ、アルギルダスとの戦いを支援してくれるように頼んだ。彼は混成した支援を得ることはできなかったが、ハーン家の王女を与えられた、と言われる。帰国後、ナリマンタスは、アルギルダスとは解したものの、1348年2月2日の、ドイツ騎士団とのストレバの戦いで、リトアニア人を率いて戦った際、落命した。ナリマンタスの子孫には、 クラーキンカ、ゴリツインや、ホバンスキー家、コレツキエなどがある。ナリマンタスは1333年、ノブゴロド入りする前後に、キリスト教の洗礼を受けて、グレプというクリスチャンネームを与えられていた。この改修のために、ナリマンタスは、長子順では弟たちより、上位にありながら、父から対抗意を告げなかったものと考えられている。ナリマンタスには、 アレクサンドラス、ユルギス、ミカロユス、パトリカス、シメオナスの5人の息子がいたと伝えられている。ポーランド人の系図学者、ユゼフ・プジマは、ナリマンタスの息子たちの母親が、タタール人の妻から生まれたという説を強く否定し、息子たちの母親は彼らの名前から推察すれば、ルーシ人の聖教徒貴族の娘だと主張している。ありがとうございます。